今年も残すところあと315日になりました。南です。そのこういうポーズが決まらない感じですね。こんばんは。今日はですね、撮影でした。私が撮る側です。いやすごかったんですよ。ちょっとここでは言えないことがいっぱいあるんですけど、すごかったです。皆さん一体私は何をしてるんでしょうかって混乱してる人もいると思うんですけど、私はいろんなことをしてるんですね。ダンサーだったりフォトグラファーだったり、まあアーティストです。その自分が表現できるものを全てを使って表現しようっていうことにしたので、なんですけど、こういう状態なんですけど、まあ、でもやっぱり写真はまだまだ始めたばかりというか、なのでまだちょっと頑張りますっていう感じなんですけど、でその今日撮らせてもらった方は彼女自身ももうアーティストさんで文章を書く人なんですけど、私は彼女の書く文章がものすごい好きです。素敵な小説もたくさんあるし、作詞した歌もあるし、まあ、大体ここまで来たら皆さんわかると思うんですけど、とにかく美しい方です。まあ今日これからレタッチ頑張るんで、インスタを見ていただけたらと思うんですけれども、なんかこう私はですね、彼女に関しては本当にこう自分が持ってないものを全て持ってる人っていうイメージがものすごく強くてですね、実際そうだと思うんですけど、いやすごい憧れるんですよね。なんだろう、こうお花ってさ、近くで見てもさひるまないじゃない。ああいう感じなんですよ。なんかこう私自身も花だっていう思いはあるんですけど、でもあの感じはやっぱいいなって今日改めて思いました。なんか写真撮ってると、写真だけじゃないんだけどねダンスとかでもなんですけど、なんかこんなに美しい瞬間を目の当たりにしていいんだろうかみたいな気持ちになるんですね。なんか私はこんなに美しいもの、綺麗なもの、素晴らしいものを私だけが見ていいんだろうかみたいな気持ちになることがあって、でなんかこうたまに私の目を美しいねって褒めてくれる人がいるんですけど、それは私が美しいものをたくさん見てるからだろうなっていうのをすごい思います。オードリー・ヘップバーンだっけ、なんかこう美しくなりたかったら、なんだっけ、美しい言葉を吐いたら美しい口になって、美しいものを見たら美しい目になるみたいな、なんか忘れちゃったけど、なんかオードリー・ヘップバーンがそんなようなことを言ってたような気がします。いやその通りだなと思います。でもうん、美しさに囲まれて生きていきたいですっていう思いが年々強くなってるんですけど、まあでも昔からそうですね、割と、うん、今日はちょっと家に帰ってきて結構撮影の疲れが出てるのか、
ちょっと頭停止してるんですよね。いつも停止してるんですけど、今日は割ともうちょっと停止してますんで、この辺でさよならしようと思います。とりあえず今日はもうレタッチを頑張ります。皆さんはどんな一日でしたでしょうか。あ、でも今日も読むよ。今ね、毎日続けるということに凝ってるんですよね。なので今日も読みます、うん、どうしよう、同じページ開いたら何が出るかな、何が出るかな、ドゥルルルドゥドゥルルル、あ、絶対違うやつ出ましたよ。読みますね、うん、自然の中に認められるものはまるで一人の人間のようなものだ。竜巻に話しかけてごらん、雷に話しかけてごらん、彼らはみんなあなたの友達で、あなたを守ってくれるだろう。不詳括弧ナバホ族、1973年。ナバホの場はエヴァンゲリオンの場です。ほうほう、いいですね。竜巻に話しかけてごらん、雷に話しかけてごらん、彼らはみんなあなたの友達であなたを守ってくれるだろう。友達ですよ、ポカホンタスですよ。昨日の話です。風も木もみんな生きて、名前も心もあるわって。そうです。いや、カラーオブザウィンド聞いてください。いい歌なんで、すごい。なんだっけ最初、あなたが住むこの大地をよく見てごらんなさい。川も木もみんな生きて、心も名前もあるわっていう、そういい歌なんですよ。そんな感じで今日はまた明日、南でした。